皆さんこんにちは、こつばです。今回のこつばチャンネルの題名はこちら。明智光秀は散ったが血脈は散らない、光秀の血筋をどこまでも。ということで今回のこつばチャンネルは明智光秀の子孫たちの血筋を追っていこうと思います。大河ドラマどうする家康ではちょうど本能寺の変の回あたりかと思います。光秀は1582年の武田家滅亡後に信長が安土城で家康をもてなした際に教皇役を務め、そしてその任を解かれ秀吉の毛利攻めの援軍に行くように命じられることになります。そして軍勢を整え京都に向かい、本能寺の信長、二条城の信忠を滅ぼすことになり、その後に秀吉に敗れ落ち武者狩りの手にかかり、その生涯を終えることとなります。明智光秀は前半生に謎多き人物で、1582年の後にも生存伝説が多々ある人物となります。そんな光秀は多くの子孫を後世に残しており、現代日本において光秀の血筋は脈々と受け継がれていくことになります。まずは光秀の親族から見ていきましょう。妻には妻木影湯左衛門範弘の娘を正室として迎えています。一般的には弘子という名で通っているかと思います。2020年の大河ドラマ麒麟が来るでは木村文乃さんが演じられていました。この妻木氏は時氏の初流と言われておりまして、明智家とは親戚筋となるかと思います。そしてこの弘子との間にこの明智家の血脈を後世に伝えていく子供たちが生まれています。光秀の子供たちについては諸説ありますが、今回はこの子供たちを紹介していきたいと思います。長男には明智藤五郎光吉がいます。光秀、弘子の間に生まれている男子となります。生まれ年は不詳とも1569年とも言われている人物です。1582年には山崎の戦いの後に病死したとも、坂本城の落城の際に自害したとも言われています。詳細不明が多い光秀の男子とはなりますが、ここからは家系は続いていないかと思われます。そして子孫が続いていくのは娘たちの家系からとなるわけです。まずは光秀、弘子の間に生まれた一人目の娘から見ていきましょう。この娘は荒木村重の子供の荒木村継に嫁いでいます。荒木村重といえば織田信長に重用されておりましたが、反旗を翻した摂津の国の武将となります。この村継も父に従いこれに加わっています。これにより光秀の娘とは離別することとなります。この後に村重、村継親子は敗れ逃亡することとなります。荒木村継と離別したこの光秀の娘は明智、弥平次、秀光に再化することとなります。この明智、秀光も謎多き人物となります。個人的にはこの人物を知ったのは2001年にプレステ2で発売されました鬼武者というゲームがありまして、その主人公が明智左馬之助で秀光をモデルとしていたので、これで明智光秀の娘婿秀光の存在を初めて知ることになりました。大河ドラマ麒麟が来るでは俳優の間宮祥太朗さんが演じられていた人物で、本能寺の変では襲撃に参加し、その後は安土城に入っています。しかし光秀が山崎の戦いで秀吉に敗れた際には坂本城に撤退しておりまして、この坂本城も堀秀政の軍勢に取り囲まれ、坂本城で壮絶な最後を遂げることになります。この時この光秀娘も秀光と共に最後を迎えていると思われます。そしてこの明智、弥平次、秀光と光秀娘の間には一人の男子が生まれたとされています。それが三宅、藤兵衛、重俊です。明智家激動の1582年はまだ幼子であったとされ、この難を逃れて細川ガラシャの嫁ぎ先の細川家の庇護を受けていたとされます。その後は縁で唐津藩主の寺沢広隆に仕えることになります。その後唐津藩内で出世し、1621年に唐津藩領で天草にある富岡城の城代に就任することとなります。しかし1637年には島原の乱が勃発することになります。天草でも一揆が発生し富岡城を攻撃しています。この攻撃により三宅重俊は自害することとなります。子供は複数おり、その中で三宅重元は熊本藩主の細川光直に召し抱えられ、以降この家系は熊本藩士三宅氏として続いたと言われています。やはり明智家は忠興、ガラシャの関係から細川氏とは長く縁が続いていることを伺うことができます。続いては光秀、弘子の間に生まれた2人目の娘について紹介したいと思います。この娘は織田、七兵衛、信澄という人物に嫁ぐこととなります。この信澄の父は信長に反抗し続けた織田信雄となります。
父は暗殺されることになりますが、この信澄は柴田勝家に養育され、織田家臣として成長していくことになります。荒木村重討伐、伊賀攻めにも参加しています。この信澄にとって悲劇の年となる1582年を迎えることとなりますが、信澄は四国の長宗我部攻めの命を信長より受け、総大将織田信孝のもと大阪に出陣することになります。そして本能寺の変が起こることとなりますが、この信澄は少し前に光秀の娘を妻として迎えています。これが災いし、光秀が信長を討つと、この信澄も信孝、丹羽長秀に光秀との関与を疑われ攻め滅ぼされてしまいます。この信澄は安土城を登っていく途中に森蘭丸屋敷跡と隣同士に屋敷跡の碑が置かれており、安土城で信澄を感じることができます。信長にとっては謀反人の弟の子供となりますが、この信澄はそこに囚われず信長より厚遇されていたと言われています。この信澄と光秀娘の間に生まれた子供たちについて見ていきましょう。長男には織田正九郎正澄が1579年に生まれています。父が本能寺の変後に討ち取られた際は難を逃れ、藤堂高虎に仕えることになります。その後は豊臣家に仕えることになり、大阪の陣で奮戦、その後は許され旗本として二千石を与えられ存続することになります。光秀の孫として正澄は1641年まで生き抜いています。その後は信孝が後を継ぎ、その後もこの家系は続いていくことになります。そして続いては光秀の子孫の中でも最大の一族となる細川家。この細川家の細川忠興に嫁いでいるのは三女の玉、細川ガラシャとなります。今回はガラシャで話を進めさせていただきたいと思います。1563年に光秀と広子の間に生まれています。1578年にはかねてから親密関係にある細川藤孝の嫡男忠興と信長の命により婚姻することになります。そしてその年の8月には昇龍寺城に腰入れしています。そして丹後の国に12万石を与えられ、最終的には宮津城に京を移すことになります。2人の間に生まれた子供としては、1579年に長女の長、1580年に長男の忠孝が生まれ、1583年に次男の沖明、1586年に三男忠俊、1588年に三女タラが生まれています。2人の間に生まれた子供ではないですが、忠興の庶子には細川辰孝が生まれています。ここから肥後細川家は大きく広がっていくことになります。このガラシャと忠興には1582年に試練の時が訪れます。それはガラシャの父で忠興の義理の父、光秀が信長に謀反を起こし、信長を死に追いやる本能寺の変を起こすことになります。光秀の娘ガラシャを正室に迎えている忠興は、先の織田信澄の例もありますので、一時的にガラシャと離別しています。そして秀吉の取りなしにより、その後ガラシャを呼び戻しています。忠興自体は関ヶ原の戦いの後に豊前の国豊後の国に39万9千石を与えられ、1632年には家督をすでに忠俊に譲っておりましたが、熊本藩54万石に細川家は加増油放されています。先ほどの子供たちの家系のその後を見ていきましょう。1579年に生まれた長女長は豊臣家重臣前の長重に嫁いでいます。この長重の父は秀吉の下で活躍した前の長安となります。この長重は豊臣秀次付きの家臣となっています。しかし秀次事件に連座し、秀吉より切腹を命じられ、1595年にこの長重は生涯を閉じることになります。この時一族にも処刑の手が及んでおり、この忠興の娘長にも捕縛命令が出されていたと言われています。しかしなんとか罪が及ばないようにと離縁し出家させ、この長は命を救われることになります。この2人の間に生まれている子供については詳細は分かっておりません。続いて1580年に生まれた忠孝は前途多難な道を歩むことになります。細川氏は信長の家臣になってからは長岡姓を名乗っておりまして、この忠孝は生涯長岡姓だったと言われています。正室には前田利家と松の間に生まれた娘の千代を迎えています。1600年に石田三成は上杉征伐のため会津に向けて進軍する家康の隙を狙って挙兵することとなります。その際に三成は大名らの妻子を人質とすることを進めており、大阪に残っていたガラシャは人質となることを拒み、家老の小笠原正斎に解釈を頼み壮絶な最後を遂げています。
この時にこの屋敷には忠敬正室の千代もおりましたが、脱出し前田屋敷に逃げたとされ、これに忠興が激怒したと言われています。また過去に前田利長が家康暗殺計画の疑いをかけられたこともあり、前田家と近しいことは細川家にとっても危険であったということもありまして、忠敬に千代との離縁を迫りますが、忠敬は正室である千代をかばい、結果的に廃嫡されることになります。廃嫡後は長岡久夢を名乗っており、京都で暮らしています。後に父忠興とも和解しています。千代と離縁した後には軽室を迎えておりまして、忠常忠春が生まれており、ここから藩主一門長岡内膳家として子孫は続いていくことになります。そしてこの忠敬からは面白い家系が広がっていきます。この忠敬は京都での生活が長かったこともあってか、千代との間に生まれた娘徳が西園寺家に嫁ぐことになります。ここから途中同じく公家の扇町家を血筋が通り、孝明天皇にたどり着いています。孝明天皇からは明治天皇という流れになりますので、現代までの皇室に光秀の血筋が流れているということになります。忠敬自体は忠興の後は継がなかったですが、子孫は現代に至るまで広く家系を広げ、血脈を受け継いでいっているということになります。続いて1583年に生まれた沖明ですが、忠興の弟の沖元の養子となっています。1605年には江戸で人質となっていた忠利が嫡子になることが決まった際には、代わりに人質として江戸に向かうことになっておりましたが、出奔し京都で許可なく出家するという行動に出ています。大阪冬の陣が起こると、まさかの豊臣方として大阪城に入城し奮戦することになります。しかし大阪夏の陣で敗北後に忠興の命により切腹することとなります。一説には家康は赦免しようとしましたが、忠興がこれを良しとしなかったとも言われています。徳川家に対してのけじめと言えるかと思います。続いて1586年に生まれ忠興の後を継ぐことになった細川忠利の家系を紹介します。1600年には人質として江戸に送られておりまして、母ガラシャの最後については江戸で知ることになります。1604年には兄忠敬が先ほどの千代との問題により廃嫡され、嫡子の座が巡ってくることになります。1609年には前々回の動画松平信康の子孫解説でも紹介した松平信康五徳の娘の徳姫と小笠原秀政の間に生まれた千代姫を正室として迎えることとなります。これにより血筋的には徳川家の親戚ということになります。忠利千代姫の間には1619年に嫡男の光直が生まれています。この光直こそ細川藤孝忠興明智光秀ガラシャ織田信長五徳家康信康、そして開元寺小笠原家の血脈を受け継ぐ戦国切手の遺伝子を受け継いだ大名となります。忠利は1620年に忠興より家督を譲られ、小倉藩39万9千石の藩主となっています。1632年には熊本藩主で加藤清正の子供の加藤忠広が改易され、熊本藩54万石へ加増違法となっています。小倉藩には妻千代姫の兄の小笠原忠実が入封しています。この忠利は父忠興に先立ち1641年にこの世を去っています。この忠利は徳川将軍家との関係を非常に円滑にしておりまして、この忠利が亡くなった際には家光はその死を嘆いたとされています。あとはこの光直が熊本藩二代藩主として継ぐこととなります。この奇跡的な遺伝子を持つ光直は1637年の島原の乱に参陣し、藩政の地盤固めを行っておりますが、この光直1649年に若くしてこの世を去っています。祖父忠興が亡くなってから4年しか経っていなかったということになります。光直には2人ほど男子が生まれておりまして、長男綱利、次男利重が生まれています。この長男綱利は熊本藩三代藩主を継いでいます。この綱利の後は弟利重の子供の信則が養子となっており、熊本藩四代藩主に就任しています。そして五代藩主宗隆、六代藩主重方、七代藩主春利まではこの家系で続いていくことになります。しかしこの七代藩主春利は嫡男は創生しておりまして、熊本藩の師範で忠興の子供でガラシャとの間には生まれていない細川辰孝が藩祖の宇土藩細川家より養子に細川成重を迎え入れ、熊本藩を継がせています。これにより熊本藩本家の家系はこの代よりガラシャ光秀の血を引かない家系となります。
またこの家系はこの後も絶えず男系で続いていき、細川守博第79代内閣総理大臣までつながっていくこととなります。少し遡り、熊本藩2代目藩主の光直の次男の細川利重は兄の熊本藩3代藩主綱利より3万5000石を与えられ、熊本新田藩を立藩しています。子供で次男の信則が兄綱利の養子となり、肥後細川家を継いでおりますが、長男の利政はこの熊本新田藩を継ぎ、この藩は幕末まで男系として続いていくことになります。ということは、光秀ガラシャの血筋はこの熊本新田藩で脈々と受け継がれていったということになります。また忠興ガラシャの子供に戻って、三女の忠は臼杵藩三代藩主稲葉和道の正室として嫁いでいます。この和道の曽祖父は稲葉一徹として知られ、西見の三人衆の一人となります。この稲葉家の家系も光秀ガラシャの子孫として続いていくことになりますが、もともとこの稲葉家は斎藤道三の血筋も引いており、かつ織田信長信勝の流れも加わり、臼杵藩六代藩主智道につながっているということになります。またこの家系も先ほどの忠敬とは別ルートで、仁孝天皇孝明天皇とつながるので、忠敬の子孫ともつながることになり、この家系も光秀の血脈を結果的に現代までつないでいるということになります。ということで、今回は明智光秀の子孫の方々を紹介させていただきました。やはり光秀の娘たちより広がっていく家系が大きいことがわかります。とりわけ肥後細川家は非常に大きな家となっておりますので、その分多くの血筋を現在にもつなげていることになるかと思います。もしかするとまだ判明していない光秀の男系の子孫もいたりするかもしれませんので、これからの新しい発見などがあるかもしれません。明智秀光などについては非常に謎多き人物となり、実在したことを前提として紹介させていただきました。光秀周りには今でも謎多きことがたくさんあるので、諸説ある中の一つとして見ていただけると幸いです。この度はコツバチャンネル最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。